東フォーク軍はアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は67万850人であり、2000年の65万308人から3.2%増加した。軍庁所在地はデダム町であり、同軍で人口最大の都市はクイーンシン市である。 ノーフォーク軍の世帯あたり収入中央値は2011年で8万1899米ドルであり、国内第32位、マサチューセッツ州では第1位の軍である。軍名はイングランドのノーフォークから取られており、北側の支流という意味である。コハセットとブルックラインの2つの町が軍外への飛び地になっている。 ノーホーク軍は1793年3月26日に、ジョン・ハンコック州知事の署名によって成立した州法により設立された。町の大半は当初サフォーク軍に属していた。軍設立時にはドーチェスターやロックスベリーの町がノーホーク軍に含まれていたが、ボストン市に並行され、サフォーク軍に戻った。ヒンガムと春の町は当初ノーホーク軍に含まれるように、 なっていたが、領長は、サフォーク軍に止まることを請願し、1793年6月に、ノーフォーク軍への遺憾が撤回された。あとの1803年にはどちらもプリマス軍に遺憾された。ノーフォーク軍からは、ジョン・アダムズ、ジョン・クイン・シー・アダムズ、ジョン・カイ・ケネディ、ジョージ・ H.W. ブッシュの4人の、アメリカ合衆国大統領を輩出しており、大統領の軍というあだ名がある。 デダムにある、農法区軍管理事務所、軍政委員会や、財務官事務所を治めるアメリカ、合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は443.94平方マイルであり、このうち陸地399.58平方マイル、水域は44.35平方マイルで、水域率は9.99%である。軍域は一つにまとまっていない。 ブルックラインとコハセットの町はマニス域あるいは他軍が入って軍の資料域から飛び地になっている。軍が設立された時にヒンガムとハルの町は軍に含まれたが最終的にプリマス軍に加わりそのためにコハセットが飛び地になった。プリマス軍にとっては内部の管轄外地である。1873年ウェストロックスベリーの町がボストン市に並行され ブルックラインの町はボストン市への併合を拒んだため、ブルックラインが飛び地になった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、次の町は1793年にノーフォーク軍が設立された時は軍内にあったが、その後ボストン市に吸収された。2012年8月時点で、ヒンガムの第2区はノーフォーク第4地区に入っている。 ありがとうございます。